バインナウンは、ビルマ人の王朝、タウング王朝の王の一人。バインナウン王は、小待族の王朝、アユタヤ王朝に何度も攻撃を仕掛けたことがあり、タイの歴史書に頻繁に登場し、タイ語なまりのブレーンノーンという表記がされることもある。漢字表記は、暴流。バインナウンは、パガンの砂糖屋子から砂糖を生成する業者の息子で、あると言われる。バインナウンは、幼児の頃、 おむつに、白ありがたかったので、幼少期には、邪定と、あだなされた。バインナウンが生まれたすぐ後に、タウングーの王、ミンチーニョーの妻の一人に、息子ができたので、バインナウンの母は、乳母としてこの王の息子の養育に当たった。この王の息子は後に、タビンシュエティとして、父の後に即位した。母が、乳母として王宮に入ったので、バインナウンも王宮で育つことになり、 成人すると役職を与えられた。しかし、王女と恋愛関係に陥った事件があり、民ョ業はバインナウンを罰しようとしたが、この時ある仏騒が仲介に入り、事なきを得た。後に、ウバ兄弟であるタビンシュエーティーが即位すると、バインナウンはこの王女との婚姻が許され、バインナウンという名を与えられた。タビンシュエーティーの統治機関、ほとんどのタビンシュエーティーの送った軍に参戦し、 大きな勲功を挙げて、猛将として知られるようになり、ついに、タビンシュエティにより、副王に任命された。タビンシュエティが崩御すると、タウングー王朝は、分裂を始めた。崩御の年の1550年、バインナウンは、タビンシュエティの弟と共同で首都のタウングーを、門族から奪還。同年に、中央ビルマを完全に掌握した。 1553年には阿波を攻撃して占領すると、そこに戦とした。バインナウンは、前の王の時代からいた、ポルトガル人列宝隊を巧みに利用して、領土を拡大し、1558年、ランナー隊王朝があった、遅延前を支配下に置いた。1559年までにはバインナウンは上、ビルマ全域を支配下に置いた。 1559年には西ビルマに侵攻してきたインドのマニプール軍を制圧。1569年にはタビンシュエティの念願であったアユタヤ王朝の首都アユタヤの領有を拡作し、兵楼攻めにした。アユタヤは難攻不落と言われていたが、バインナウンの1年以上に及ぶ兵楼攻めにより脱走兵が続出して最終的に陥落。 白蔵王と呼ばれた、アユタヤチャクラパッドから白蔵四頭と人質を取り、毎年三十頭の象と三百金の銀の納入を約束させ、委任統治した。しかし、この後アユタヤでは、チャクラパッドやその後に即位したマヒンが死亡したので、アユタヤのマハータンマラーチャーを即位させた。サンペット一世は、 人質として取られている自分の息子を自分の王女と引き換えに解放を要求した。バインナウンはこれに応じたが、これがバインナウン死後のタウングー王朝にとって災いとなる。このサンペット一世の息子はナレースワンと呼ばれたが、ナレースワンは現在のラオスにあったラアンサーン王国と共同で1574年にタウング朝に反旗を翻した。しかしこの時の反乱は、 失敗に終わり、アユタヤはタウン宮町に再び教順している。バインナウンシモなレースワンはバインナウンの占領したタイ族の領土を次々と回復していった。なおバインナウンは1574年にラーンサーン王国を攻撃しているが、セーターティラーとの防戦の前に失敗に終わっている。1581年、バインナウンは66人の子供を残して、 在位31年で崩御したが、その後、この強力な王が死んだのを見て、各地の有力者が独立を始め、タウング国内は再び、バインナウンの即位前の状態に逆戻りした。しかしながら、平民から出世し、ビルマを大きくした、この王の偉業は、ビルマ人の記憶に残り続け、今でもビルマ人に、英雄視される王の一人である。ありがとうございます。